はい、ミンゴルファー雪村です。本日は11月の28日、火曜日ですね。今日も、ランキングトーナメント IGN しゃべりすぎゲーマー杯に参加していきたいと思います。現在、4アンダー、4アンダー、3アンダー、合計11アンダーで、今の状況を迎えております。ただいま、5489位ということですね。これが12アンダーになると何位になるのかっていうのがまず一つ見たいというところなんですけども、まだまだ参加者これがどんどん増えていくと思いますので、とにかく今回は12アンダーと言わず13アンダーを目指して、攻めていきたいなと思っております。前回3000位以内を取りましたんでね、今回も、3000位以内を目標にいきたいと思います。はい、それでは、オーシャンラグーンリゾート1番ホールですね。はい、このミドルなんですけども、よいしょ、まずこの辺狙っていきます。もうここはとにかくフェアウェイに落とすことですね。もう広いフェアウェイですので、まあ、ラフにならないように打っていけばいいのではないかなと思います。そして問題の2打目ですね。ここでチップインイーグルですかを決めている方とかも何人もいませんね。すいません、1人見かけたりしてますのでね、ここもホーミング、常にホーミングが出るようなショットをここを上げて打っていきたいと思います。結構右目に狙います。こっちかな、ちょっとつま先上がりですのでね、入ってみました。で、2.3 ヤード、少し追い風ということで、まあ、ほぼほぼ旗と同じぐらいのパワーでいきます。どうだ、どうだ、どうだ、2メーター以内に、これ2メーター以内に。はい、2.4 メーターですね。まあ、まずまずじゃないでしょうか。はい、ちょっと昨日、本当に恥ずかしいパットを見せてしまいましたので、とにかくパット、今日は慎重にいきたいと思います。無口できます。はい、はい、最初のホールバーディースタートです。ちょっとボーナスも今回しっかりと取っていきたいと思いますので、最初の12アンダー、まあ、前回も12アンダーになるまでとにかくスコアメイクだったんですけど、今回はしっかりポイントも取っていくということも心がけながらですね、1週間戦っていきたいなと思います。はい、そして2番目のロングに向かいます。ここも右ドッグレッグの長いロングなんですが、ショートカットを使うことで、イーグルが取れるというコースですね。はい、今回ピン奥ですね。ここ一回僕ラフになってしまったんですけども、あまり右を攻めない方がいいという感想です。はい、であんまり建物に近づきすぎると長いクラブだと建物に当たってしまう可能性もあるので気をつけてください。はい、ここまで来るといいですね。3番ウッドに切り替えて、これつま先下がりですので、ボールが右に行きますので、なるべく左を向いていきます。風も左からですからね。このくらいで、えい、ちょっと左すぎましたかね。あ、まあでもまずまずですね。はい、残り 2.5 メーターです。はい、ここも慎重に。あ、昨日このホールでしたね。恥ずかしいパットしてしまったのは。はい、ここもしっかりと行きたいと思います。はい。はい、イーグルゲットです。はい、これで、トータル3アンダーになりました。やはりもう少しピンに寄せるショット、2打目を打っていかないとボーナスポイントは伸びないなという感じですね。まあでもこれも何回かやっていくと、もう少しピンに寄っていくんじゃないかなと思いますが、まあ、まずは3メーター以内を、キープしていますので、
良いのではないかなと。今回なんとなくまだ参加されている方が少ない印象なんですよね。先週はもう少し参加者が多かったような感じなんですが、まあまだ火曜日ですからね、これから伸びていくんでしょう。はい、では最後の3番ホールショートホールです。はい、ここ実はですね、昨日ホールインワンを僕出したんです。録画するのを忘れていまして、最高なプレーを公表できなかったんですけども、昨日のホールインワンと同じような感じで打つぞ打つぞ打つぞ、昨日のホールインワンはフォーミングでのホールインワンでしたね。ピンに当たってのホールインワン。あ、全然パワー届かず。はい、ちょっとこの距離は残しすぎなんですけども、 3.9m 上りのライン、はい、上りのラインをもうちょっと、はい、はい、ここもオーバーディーで締めまして、4アンダー達成です。いや、やっぱり雨だとちょっとパワーを気にしちゃうんですけども、比較的今回の、グリーンは平らな方かなと思いますので、よっぽどアクロポリスのショートの、特にあのピン奥に行ってしまった時の上りなんて最悪でしたから、それから比べれば今回のコースのグリーンは簡単じゃないかなと思います。はい、これで2位になってしまいましたが、2位で、ホールアウトです。16,688 のボーナスポイントで、さあ、はい、入りました。2番目に入りましたね。はい、1977位の上昇で3,512ということになりました。トータル12アンダーで現在のところ3,512ということになります。そうですね、やっぱりもう少しボーナスポイントをしっかりと稼がないと1万位以内というのが危ういかなと。そして、間違いなく3000位以内を取ろうとすると13アンダーは取らないといけないのかなということで、1回はホーミングまたは何らかの形でもう一つイーグルを取らないといけないということですね。うん、頑張っていきたいなと思います。それでは皆様頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。